はい、じゃあ今日の日記は、まあ特に何のネタもないので、店内のスリーブの紹介をしようと思います。はい、ブックアイランドオリジナル文字スリーブ、下道スリーブ、優越スリーブ、絶望、優勝。はい、じゃあこの次の漢字二文字は何でしょうか。はい、新しいスリーブは何がいいですか。あ、考えることですか。考えようかなって、そろそろ。次の二文字を考えようかなと思って。何がいいかな。俺としてはね、卑怯とかね、あとは何だろう、卑劣とか考えてんだけど、どうかな。うん、タイダいいですね、タイダタイダ、そしたら使う。タイダ使います。タイダか。7つの滞在とか。七つの滞在って何なの。あの、何だろう、言って。7つ。フンヌとか。フンヌいいね。色欲、おお、ヒドロ色欲って感じの顔してるよね。暴食とか。何、暴食。あと傲慢。傲慢、強欲。傲慢、強欲。ゲームで言うなら強欲の方がなんか強欲ですね。強欲か。まあいいや、まあそういうのもあるということなんで、なんかヒルメットだけ書いて、はい、強欲。まあそれちょっとまたね、募集しましょう、そのうち。はい、スリーブね、アルパカとかそういうのもあります。あ、そうそうそう、噂の寿司スリーブなんですけど、クラファンが成功してまた作られるらしいので、でその時には当然うちの店にも入荷される予定なので、ご期待ください。その頃までに遊戯王の寿司のテーマがなんか飽きられちゃわないといいなと思ってます。はい、マッチのスリーブね。マッチのスリーブあります。そして、噂のキャラ、何、マッチのスリーブ使ってます。使ってるの。ちゃんと勝ててる、それで。はい、よし。はい、なんだっけ、キャラスリーブいっぱいありますけども、これだいたい5年ぐらい前のキャラスリです。ほら、リュウトおいで。知ってるアニメある、この中で。自分の使ってるスリーブだったら見ます。どれ。未確認で進行形ですね、これ。あ、そうなんだ、知らないな、このアニメ。未確認で進行形。未確認で進行形。俺知ってるのは、あの小泉さんの無駄相撲なきぐらいしか知らないな、この中。知らないな、アニメ。俺結構見てんだけどな。あれかな、あっちなの。どれ、あっち。じゃあ次の、はい。じゃあ次のところで、じゃあ面白いアニメを紹介してください。ちょっと待って、この中で知ってるやつ。これ面白いアニメある。あれ、消えてる。ないなぁ。どれ、ラブライブ。あ、そっちはラブライブね。俺この辺も全然わかんない、アニメ。聞いてよ、俺のさ、あの青魔道具で使ってるさ、あのスリーブあんじゃん、あのプラズマジカの商売ロックのスリーブ、なくなってるよね、ここに。商売ロック。見ます、今ありますよ。そんなのも知らないなぁ。商売ん、商売ロック、これですね。これまだ3 いくつかあるんですけど、うーんとしか言いようがない。そうなんだ。いや、いろいろスリーブが、まあ、こっちにもちょっとあるんで、こっち場所を移動してですね、こっちに行けばもっとある。これはもっと知ってるのはない。あれ本当に知らないなぁ。自分もここら辺は知らないですよ。あれ俺かなりアニメ見てるつもりなんだけどな、勉強不足だな。おお、ラブライブが豊富ですね、ここら辺。ラブライブ、ラブライブって僕見てないんですけど、面白そうだなと思うんですけど。ラブライブ、ラブライブはね、アイドルマスターとかと同じ。アイマスとは違う、種類違う。いやね、ラブライブね、サンシャインの方の精神やつ。ラブライブはね、サンシャインこれガルパンの会長じゃない、違う人違いですね、ガルパン劇場版の会長。違う人違い。どこどこ。あ、いたいた、本当だ。あの千葉丹学園の千葉丹、知ってる。あと知らねえ。熊巫女。まあまあまあと、まあこういうだいたい5年ぐらい前のアニメのスリーブが多いです。そうですね、そういうのしか逆に言うと残ってないんですよね。熊巫女、あ、本当に知らない。あ、ガルパン、ここにもいた、ガルパンいた。うん、商売ロック。まあ昔のスリーブってだいたいもう絶版だね、高くなっちゃってるでしょ、みんな。はい、あ、これもう今人気ないの、カンコレ。カンコレも、カンコレどうなんだ、定番定番ではないの。もう今ピークではない、あんまり人気はない。けど人気、じゃあ好きな人は言いますよ。カンコレってアニメ、ゲーム、ゲーム、ゲーム元か。ちょっとな、あんまりないな。はい、とまあこういうのがありまして、悔しいな、本当にわかんないな。あれ結構、あと知ってるスリーブないかな。これもなんか、あ、まあ、
ああ、仮面ライダー知ってます。はい。X、それは知ってます。ぐらいしかないな。はい。ということでした。あ、あとポケモンのスリーブあるんだ。それも見に行かなきゃ。ポケモンの、うち結構スリーブあるよっていうのを。はい。ポケモンのスリーブは結構。はい。ポケモンのパックはもういろんな人がどんどん買っていくんですけど、スリーブは意外と残ってます。はい。なので。ミュウツーとミュウのスリーブ結構いいですよ。かっこいいんで。これ人気あるのかな、はい、まあ、たくさんあるんですよ。パックはすぐなくなるのにね。パックは。はい。ということでした。はい。あ、ゆうとくんですね。はい。最近生放送しないじゃないですか、ゆうとくん。いや、ちょっと時間が。忙しぶって。ちょっと合わなくて。バイトが決まったからって忙しぶって。まあ、それも頑張ってください。はい。あと、なんか、コメント欄で、自分のことが女みたいなことコメント、うん。あ、なんかあったね。うん、うん。男ですから。そうそうそう。ちょっとあの、中二病こじらせて、ヘアピンつけてるだけだよね。だけです。うん、こじらせてるんです。はい、わかりました。はい。ということでした。はい、じゃあ。お疲れ様です。失礼します。よし。